アサシンクリードシャドウズは日本が舞台です。どうしてみんな知ってる情報を冒頭で話すかというと、次回作のアサクリも日本が舞台だからです。タイトルはアサシンクリードフラグメントアイズの刃、鬼滅の刃みたいな名前してますね。こちらは UBI ジャパンも宣伝してまして、9月27日に小説としてリリースされています。 Amazon でも購入できるので手に取ってみてはどうでしょうか。というのは冗談で、価格は1980円。ちなみに海外ではもっと前にリリースされてまして、2023年6月6日に発売されたのでしょうか。あまり詳しく調べませんでした。ちなみに意外と好評です。なんだかトーマス・ロックリーのアフリカンサムライがちらつきますね。評価してる人もボットかもしれません。これは憶測です。つまり先ほど紹介した日本語版は海外版を翻訳したものですね。書籍信長と弥助と同じく翻訳された内容が二枚舌の可能性もあります。あらすじ、16歳の柴敦子は会津藩士の父を持ち、侍として将来を嘱望される兄に憧れている。嫁いでいてもおかしくない年頃の敦子だが、侍を夢見て刀を振り稽古に明け暮れる毎日を過ごしてきた。かつて女侍は存在していたが、敦子にとっては雲の上の出来事、その夢は決して叶わぬはずだった。1867年11月9日、江戸幕府第15代将軍、徳川慶喜が大政奉還を表明。続く王政復古の大号令によって、1603年から続く江戸幕府はその幕を閉じた。しかし、慶喜の処遇に不満を募らせた旧幕府勢力と新政府が京都で激突、日本史上最大の内戦とされる戊辰戦争が勃発する。やがて父に、そして兄にも徴収がかかる。戦場に赴く二人に家を託された敦子だったが、おとなしく二人の帰りを待てるはずもない。己の剣の才を証明する好機とばかり、自らの意志で戦いの場に身を投じる。だが、敦子を待ち受けていたのは、黒き思惑が錯綜する陰謀だった。国内情勢が急速に悪化していくその背後で、天皇に組するテンプル騎士団と幕府を支持するアサシン教団が功を削っていたのだ。国を蝕む野望を眼前にした敦子は、己の天命を理解した。家族を、そしてこの国を守る。決意を胸に敦子は立ち上がる。手にした刀、勇気、そして兄妹の絆を武器に。以上があらすじです。天皇がテンプル騎士団側見たいですね。今の UBI がテーマにすべきではないって。あと、この書籍日本の Amazon では何も書かれてないですが、海外版だとフラグメンツ、1、全3部作の最初の小説みたいです。さっきから言わないようにしてたんですが、表紙の兄妹が日本というより中華なんだよな。まだ、内容を読んでいないのでわからないですが、弥助で炎上してる UBI が宣伝して良い内容か疑問です。ちなみにこの作者の他の本も、あ、って感じです。それではみんなの反応を見ていきましょう。日本を舞台にするのやめろ。UBI は信用できない。なんでここまで侮辱と盗用を受けなきゃいけないのか。俺たち日本人が UBI に何してたってんだよ。絶対中国人あたりが笑いながら書いてるだろ。どうせ天皇を恥ずかしめる内容なんだろ。ありえない日本を山ほど出して日本のイメージをめちゃくちゃにする中華の作戦だよ。いい加減気づけ。 UBI に期待することは一日でも早く舞台から消えることだけですね。中国舞台の作品は本国でも大絶賛されたのにね。日本のゲーム会社よは芸を作ってくれ。リメイクでもいい。もうってこれ荒れる前から発売されてるやつを翻訳したものなんで。スタジオが中国にあるんだから中国を舞台にしたゲーム作ればいいのに。国際色豊かだった唐の時代とか、庶民レベルまで文化が栄えた宋の時代とか、題材たくさんあるのに。まあモチーフならいいんじゃない。正式な歴史と言ってなければ。さすがにこの仕打ちはひどすぎるよね。天皇絡ませるのはあんまりだろ。陛下を巻き込むなよ。日本が舞台で中国風わらもう日本に執着せず、中国が舞台の中国人が活躍するゲームを作ればいいだろ。もうやったし、なんならそっちでも女主人公にしてアジア人の男出さなかったぞ。それじゃ日本人を侮辱できないやるよ。批判殺到のゲーム作らせた方がライバル会社を亡き者にできるし、格安で買収できるからな。学費という英雄もいるんだからね。中国格闘家アサシンが日本兵切りまくるゲームでいいだろう。UBI がなぜ日本人がシャドウズにキレてるのかを未だに理解してないことが再認識できた。中国、黒人主役でやればいいやん。日本を巻き込むな。あっちなら島国の日本よりも黒人がいても違和感ないのにな。
どっかのイギリス人の専門家が言ってたけど、シルクロード経由で黒人がいたんでしょ。クロシンは、ヤスケ。黒人のゲイにすれば万事解決よ。マジで未来永劫に日本に関わるなと言いたい嫌悪感しかない。天皇だと、UBI は関わってくんなよ。面倒だな。ストーカーに粘着されてる女性の気持ちがすごく理解できるな。シンプルに UBI が気持ち悪い。日本のものにすり寄ってこないで。天皇なのにテンプル騎士団わらわら W。騎士はヨーロッパの文化でしょ。そのうちクロス軍も参戦してクロスカを掲げながら日本舞台にして、ジーザスのために異教徒アサシンしまくりそう。主人公の名前も顔も中国人だし、もう日本は諦めてヨーロッパか中国を舞台にした方がいい。しかも江戸中期ならともかく、時期的に明治天皇でしょ。敦子という名前が当時の女の名前としてかけ離れすぎているんだよな。学者の号っぽいよな。直江も当時の名前じゃない。芝って名字も中国系だし、日本にいないこともないけど大阪と海姫に多いから会津の名字ではないよね。スタッフに中国人雇ってるって話だからそっちなのかもね。他にも書いたけど、自分芝良太郎と大河の篤姫から取ったのかと思ったわ。原作の天璋院篤姫あげようと思ったけど、そこまでここのスタッフは調べたようには思えないし。会津の葉って意味わからんし、宮本武蔵の刀は政宗でもないし、何が何だかどこから突っ込めばいい。もういいって、しつこいって。ランカテンセントが UBI を買収する噂も立っているから、中国を題材にしたゲームでも作ればいいじゃない。まさにこれが文化盗用、安易な便乗。勉強になる。史実ではなくフィクションだと言えばまだいいんじゃない。主役2人の名前が日本人でも読めなさそうな、どこかチャイナめいた名前。ユーフカは本当に意味がわからない。アツコも読みこそ女性っぽいけど、これだと学者会書きの号だよ。普通にアツコでよかっただろに。シャドウズ関係なく中国と同一視されてるのも地味に逆鱗ポイントなんだよな。もうシンプルに日本に関わるなって思われる状態で、よくもまあ別れた女にしつこく復縁迫るストーカーみたいや。いや、リード分だけで草会津の方たちは自分たちの歴史にとてつもない誇りを持っているから、下手なこと書いたら許されないよ。芝敦子ね、中国人がメインで日本の時代交渉をしてるのかな。芝って名字は日本だと超絶珍しいこと知らんのか。芝氏って中国の名字だよな。テンプル騎士団は横暴な敵として表現されるようなアサシンクリードで、天皇に組するテンプル騎士団はどうなのよ。天皇、敵、天皇制への批判と捉えられてもおかしくねえよな。芝もまあ中国をよぎるネーミングだな。何回地雷踏んだら気が済むんだあいつら。なんかもう、ツッコミどころ多すぎて。やべえ、知らん間に会津の実家に取り生やされてる。幕末の会津の旗本とは、旗本ってのは将軍の直臣じゃないんか。娘が侍を夢見て稽古ってなんや、家督相続できると思ってるんか。女軽視じゃダメなんか。やっぱり侍についてなんか勘違いしてるんか。だと、名前が中国っぽい。豪ならありそうだが、16、17でってのも変に思う。外人の書いた小説ってだけならなんとも思わんが、パサクリってつくとイラつくわ。いや、天皇家と争うのはいかんでしょ。しかも悪役側、ノンバイナリーの黒人だった始皇帝が中華統一を目指す物語でも書けばいいのに。幕末になって政宗取り合いって、それまでの数百年何やってたんですかね。日本人嫌いの UBI のことだから、日本に詳しい中国人が作ったのかな。会津の葉って何。鬼滅の墓よ、笑い地元民だがヘドか出るよ UBI。顔が相変わらず西洋の目で見た釣り目の中国人型みたいなアジアンフェスだし、タイトルを鬼滅びみたいな五感に寄せるのやめろや。なんでこれだけ問題起こしといて日本にこだわるんだよ。笑い加減にしろわら。もう架空の中国ですって言えよ。フランスって完全に中国に乗っ取られてるね。黒人が元から多いから結構簡単に中国に乗っ取れただろうね。喧嘩売っても大丈夫な相手を上手に選んだつもりかな。大外れだよ。刀、刀場、じゃなく剣、両場、やないけ。わらわら、ほんと、少しはアドバイザー使えよわら。主人公の名前ってどちらかというと、中華風の名前に見えるけど。なんか、もう UBI の日本物ってだけで荒探ししたくなるからやめろ。戊辰戦争の会津といえば白虎隊だよね。なんで地雷踏み抜くんだろう。フィクションって書いててもはたけれるから日本舞台はやめた方がいいのに。明治天皇をテンプル騎士団扱いして大丈夫なのか。やべえ、中学生が考えたようなあらすじで困惑通り越して笑いが止まらない。何このにじみ出る中華感。わら、福島県民としてさすがにネタだと思いたい。V
舞台を中国にしないのは株主様の意向だろうね。ガタチの国はおもちゃに仕立てけよってな風に。何度地雷原でタップダンスすれば気が済むんだ。日本に近寄んな。天皇家をテンプル騎士団と巻き込むべきではないね。ここでやらかしちゃいな。 W 名前の付け方が中国。天皇に組するテンプル騎士団。なんで日本を標的にしてんだよ、しつこい。合図がどこにあるか分かってねえだろ。 W 徳川側がアサシン教団なら村正の方が良かったんじゃないか。タイトルの響きと文字数が鬼滅の刃みたいでくさ。あらすじだけで突っ込みどころ満載で頭が痛い。なんだこれ、日本人を笑い殺す罠か。もう日本風の架空の国名にしてくれよ。日本って言うな。ヤスケが中華統一する話作れよ。日本と中国の対立煽ってるだけだろうな。 UBI が日本をどう扱ってるかに対してみんな怒り浸透で、特に天皇とか歴史を軽く扱うなっていう強い反応が多いよ。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。